丹波で暮らそう。丹波で暮らそうは、丹波に住む素敵な人をお迎えして、田舎暮らしについて本音で話す番組です。三男町草部にあります恐竜楽楽社の方へお邪魔しております。美智子さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ね、突然の突撃インタビューでびっくりされたかもしれませんがね、今日はちょうど休日ね、良い天気でね、はい、伺って、見たんですが、そもそも美智子さん、ここへ来られたのはいつですか？そうですね、引っ越し、お店を開いてちょうど10年になるんですけども。おめでとうございます。10周年記念。そう、10周年記念ですね。そんな、それまで紆余曲折だいぶあったんではないかと思いますので、まずここへ来られるきっかけは何やったんですか？ここって場所は特にね、丹波市っていう風に決めてたわけじゃないんですけども、はい、まあ、何か退職してすることがね、町だったらお庭もないし、はい、水やりする植物もないしと思って、何かすることがあるんじゃないかというふうに思って、はい、いろいろ考えて、田舎で自給自足的にできたらいいかなというふうに思ってきたんです。ちなみにどちらに住まわれてたんですか？神戸市の西区から、はい、ちょうどここから52、3キロのとこなんですけどもね、はい、ちょうど175号線1本で、来れる、1時間ちょっとで来れるところなんですけども、はい、まあいろいろ他にも探してみて、ここに決めたんですけどね。神戸市の方はもうずっと長かったんですか？そうですね、神戸市はずっと、もう40年以上というか住んで、はい、こっちからするとなんか便利そうなとこには映るんですけども、便利は便利だし、はい、楽しいところで住みやすいんですけどもね、はい、でもそれだけのことです。それだけではどうですか？じゃあ、退職をきっかけに、どっか行こうかという。そうですね、退職したら何かしたいなっていうふうに、はい、寿命も伸びてきてることだし、退職しても20、30年生きるっていうふうに考えると、ただ遊んでばかりという生活も金銭的にも余裕もないし、はい、何か毎日したらいいかなというふうに思って来たんですけども、ということは、ここ今お住まいの物件を探すまでには結構な数見て回られたんですか？そうですね、神戸市から三木市、小野市、福知山とか薮、とか、あらゆるところもう 2、30件以上は回って、もうあちこちの不動産に、紹介していただいて、見て回ったんですけども、その何十件か見たうちで、ここはやっぱりなんかこう光ってましたか？もう不動産が呆れて、どっか決めんとあかんっていうところで、これが最後にね、もうだんだん顔色を毎週のように連れてきていただいてるのに、何か決めるっていう決め手がね、私たちも何でどう決めたらいいかっていう基準が分からなくて、ただ不動産の顔色を見て、もう決めんといけない、ここにしようそうするともう怒ってしまうわと、本当に買う気があるんかどうかっていうふうに言われそうだと思って、ここも大きな家でね、私たちが思っているよりもすごい大きかったんですけども、畑がちょっとついてたり、町ではできないね、ことができるんじゃないかっていうふうに思って、ここに最終的にはここに決めたんですけどもね。そうですか。ほな、他にもいいなってとこがあったのかもしれませんけども、
まあ、不動産屋の、まあ、顔色を見て決めたというのが実情ですか。そうですね。そうですか。いや、それまだ奇遇な縁ではありますね。実際に引っ越しされて、今は、ね、恐竜楽楽社ということですけども、これは何屋さんになるんですか。何屋さんですか。どうぞ。はい、そうですね。また続いてるでしょ。いやいや、じゃあちょっとあの、マイクね、バトンタッチで、誠さんの方ね、はい、誠さんはもうやっぱりその不動産見て数十件見られて、やっぱりこれっちゅう決めて、決めてはあれですね、そのやっぱりあの庭がね、はい、あの前にあるんですけども、うん、このスペースの広さの庭は、まあ、いわゆる都会都市部では作れませんね。それで、まあ、前に住んでた方が、まあ、直前まで女の方が住んでたんですけど、やっぱりあの今ある木の8割ぐらいは前の方の木なんですけども、ほうほう、大きな栗の木が3本、うん、ね、老木があったり、はい、あのみかんやあのキウイや、うん、夏みかんとか、はい、から山椒とか、うん、ね、柚子とか、はい、そういうのは周りの方の、育ててた。ああ、まあ前の人も、まあ、いろいろ趣味が多趣味やったんですね。そうそう、まあ、そういうのがやっぱり、はい、あのね、建物もそうですけど、この今カフェにしてる、はい、あの建物ももう80年以上経って、母屋もう100年以上経って、あら、まあ古いです ね。そうそう、まさか地元の方でも今旗とこの、うん、潰していってまいりますよね。新しい建物にしてしまうのが、うんうんうん、昔の家ね、そういうこと隙間風があって、そうそうそう、寒いのよ。ところがね、リフォームしてね、はい、まあ、例えばガラスでもあのペアガラスとかね、はい、で、まあ、床もこの納屋の方は床なかったのを床をつけてもらったのが、まあ、今のやり方でやると、そのあの断熱をねちゃんと入れると、はい、まあ、別に不自由なくいけるし、はい、その土と 木の家のがね、うん、はい、やっぱりみんな本当は50年100年前はみんなそれで生きてきとってんからね。そうですね、まあ、一番健康には良さそうな、そうそう気はしますね。で、まあ、はい、床も無垢の板とかね、はい、そういうのが旗とこの都市から見ても、うん、本当は贅沢なんですよね。ああ、環境的には確かにそうです ね、はい、それが、まあ、僕らも年取ってやっと分かってきたということですね。はあ、まあ、確かに広いですね。あの駐車場だけでもなかなか都会では、あのスペースだけでもね、プラスこの広い庭は何あってね、今ちょうどなんか小鳥があの辺来たりなんか してるのをね見ながらゆっくりできる。で、ここはところで恐竜楽楽社とは何なんですか。そのね、10年前に、はい、まあ、移住してきたんですけど、ちょうどその、 4,5 年前かね、あの丹波市三南町というとこで、はい、恐竜化石がね、はい、発見されて、あ、ちょうどその時、そうそう、直前ね、あ、直前に発見されて、そうそう、ここの物件へ、そうそう、移転してこられたわけですか。そうそう、で、まあ、せっかくやったらね、その、うん、都会の人らが他の地域の人が知らない恐竜発見の場所やいうアピールをね、はい、できたらいいんじゃないかと思って、はあ、まあ、それだけです。あ、なるほど。でもネーミング的には非常にインパクトのある店です ね。 そうそう、中入ると出してもうて、今日ねインタビューさせていただいてるんですけども、入った中には特に恐竜いますものは、恐竜います、ちっちゃいな、人いりました。 あれはなんでできてるか分かりますか。どれですか。ちっちゃな恐竜、ちっちゃな恐竜、その黒いやつ、黒とか、あ、何やろうな、小さいで木で掘ったるんやろうか。いや、それはね、眉なんですよ。眉ってあの蚕の、蚕の眉。はあ、これ遠目で見ると、あ、ほんまや、かわいいでしょ、蚕の眉やわこれ。
あのちょっと YouTube の人は分かるようにアップしておきたいと思いますね、はい、それがねパクパクやっぱりこの10年やっていろんなお客さんが来て、うん、例えばそれはあの福知山の北の綾部市のね、はい、あの眉のサークルをやってる人が、あのここで眉の加工品 の, あの展示をした時に、はい、あのうち用にね恐竜の、あの眉で作ってあげるって作っておいてくれた。ああ、それなんかいろんな格好してるやつ。そうそうそう。へえ、すごいこれあの確かにまじまじと見ると眉言われるのはちょっと言われるわかんないでしょね。例えばね。青垣町にあの眉の学校があったりしてます？蚕の、はい、知ってます？はい、今もありますけどね。ね、はい、それとか本当はねあの図書館でね町の図書館で、はい、三男町 の, あの図書館で見ると郷土の本を見るとね、はい、あの三男町にもあったんですよ講習。多分この辺の農家は農繁期以外はあの冬場というかね蚕を飼ってました。そうそう、ね、はい、まあ、それは本当は全国ね、うん、例えば藪市でもあるし、はい、全国ね日本の産業として蚕、ね、を飼って絹を輸出するのがあったんやけども、はい、うん、それもみんな忘れられてね。確かにもうねその蚕を飼ってたというようなその、まあ、家の建て具合とかね形跡とか、うん、そうそうそう、その工具じゃないけど道具もみんなもう、ね、そうそうそう、ね、燃やしちゃったり ね, ね捨ててしまってますから ね, ね。この草部にもその絹の取り扱いの会社のまだあの、はい、名称のお家もあるし、あだからねそのみんなこの今最初言ったようにこの建物とか、うん、その地域とか、はい、なんとかの100年ね江戸時代もっと前とかいろんなこの遺産を忘れてしまうね。確かにそうです、ね、はい、まあはい、私もずっとここに住んでますけどね、はい、新しい道ができて、うん、そこ通りかけたらね、うん、前ここ何やったかなってことをもう忘れてしまうでねあの昔の風景っていうのはどっかに残ってんやろうけど写真見たら思い出すんやけども、そうそうそう、本当はあの、ね、人間ってほんまにもう勝手なもんで ね忘れてしまいます、ね、はい、まあ、そういうのを、まあ、我々もねもう年取っていて、はい、まあ、なんとなくそういうことは分かってきたので、うん、まあ、何かするにはそういうことをしようかなと思って、はい、このカフェも、はい、まあ、我々も、ね、年金で食べることはなんとか食べられるので、はい、そういうことを発信をしたいなと思っています。カフェそんなやったらわざわざカフェまでせんでも良いような気はするんだけど、なんでカフェをこだわって開店されたんですか？これ多分準備大変やったと思うんですけど。準備大変。昔そのカフェをやってはったわけじゃないんですよね。何もないです、いわゆる月給取りですね、まあ、俗に言うサラリーマン。そうそう、俗に言うサラリーマン、はい、俗に言う平です。いやでもそのやろう思ったらなんか喫茶店しよう思ったらやっぱり、ね、きっかけあるんじゃないですか。いや何ができるか言ったら何もできないですよ。それで、はい、たまたまその大阪にコーヒーの焙煎するね、はい、中小企業の会社でもう日本でシェアがもう何割かいう会社で、うん、コーヒーの焙煎 の, 講習会をしてはったやで、まあはい、そこで勉強講習受けに行ったり、まあ、UCC で勉強講習受けに行ったりとか、はい、まあ、準備としてはその素人でも、まあ、取っかかりとしてはねできる分野です。まあ、でもその退職した老後をわざわざそんなね接客するの、まあ、嫌いじゃなかったわけですかね。 あんまりこだわりはないんです。そういうこと。いやなんか趣味がね特に、はい、音楽や絵やなんとかでも、はい、陶芸をせなかとかも特に別になかった。そうですか。いやなんか話聞いてるとなんか物件決めるのもなんか不動産屋の顔色見てとかなんかなんとなく喫茶店っていうのちょっとなかなか面白い話ですけどね。普通です。はい、
本日は丹波市草部にあります恐竜楽楽舎の方へねお邪魔しております。太田美智子さん、美智子さん、ほんなら喫茶店ね、どうなんですか、まあ、賛成されたんですか。まあ、それはね2人で決めて、はい、まあ、それこそ UCC のね、はい、喫茶店をする、希望する人の、夜2時間ほどね、1週間に1回っていうのが、うん、あ、一緒に行かれたんですか。いや、私だけ行ったんですけど。あ、そうなんや。私も働いてね、うん、私も5時まで仕事をして、それが7時から9時までなので、はい、三宮からポワイね、うん、行くのにすごい忙しくね、はい、していって、まあ、うん、9時終わったら一応迎えには来てくれってね、はい、ちょっと遠いんだけども、うんうん、まあ、1週間に1回だからと思って、はい、3ヶ月コースを2回ね、次々、はいはい、最後は本当は最後が一番ね、うん、回転するためのいうのがあるんだけども、はい、まあ、それはいかなかったんだけども、はい、言って、まあ、それはそれで、うん、みんな必死でね、はい、やっぱり若い20代の男女が喫茶店をするために言って必死でね、はい、コーヒーの入れ方とかいうのを勉強してるから、うん、いや、この若者ばっかりだったらもう負けるなっていうねこれ、いや、この人たちが相手だったら私はとってもついていけないなっていうふうに、はい、なんか私らに何をするんですか、喫茶店ですかとか言ってね、偉そうにね、はい、あなたたちも言って、友達と一緒に行ってくれたので、はい、二人に、あなたたちも喫茶店する気ですかとか言って、若者はお金持ってないし、私らもお金持ってないんだけども、うん、若者から見たら私たちは金の余裕があるからそんな遊びでするつもりだっていうふうに思って、ね、ね、腹が立っているのよね。見えますよね。そう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 、はいはい、だから私も、まあ、だから、あ、これはちょっとまずいかなっていうふうにもうここで負けてしまってるなっていうふうにね、なんか徳島からもね、若い女性が来てたりしてね、あ、そうなんですね。ほんで、まあ、そんな中で、それで、まあ、その中でも楽しかったんですけどね、はい、若者と、うん、で、自分たちでコーヒーを行って、それを飲み合って、はい、お互いにグループで 4,5 人ずつで、なんか30人ぐらいいててね、はい、で、誰のが一番おいしいかとか、うん、で、自分が入れたのがどうかとかいうね、はい、それはそれで、うん、まあ、楽しくて、はい、うん、面白かったね面白かったし、 でも実際にこのこの恐竜楽楽舎ですか、まあ、喫茶店兼、まあ、食事も出されているということで、やり始めたらどうでした、実際にやると。いや、 やっぱりお客さんって来ないもんだなっていうふうにね若者が言ってて、まあ、若者はまあ街でしてるするんだけどもね、うんうん、いや、お客さんって、私たちも2人で喫茶店は結構それ好きで、週末とかはね、はあはあ、朝モーニングに行ったりね、うん、週に1回は行ったりしてたから、はい、そこに行ったらもうお客さんがいっぱい溢れてね、うん、ああ、喫茶店って楽しいんだなっていうイメージを持ってたんだけどもいざするとお客さん誰も来ないし、一体客の来ない喫茶店ってやっててもいいのかなっていうふうにね、なんか心細くこれね、うん、いや、それは場所の問題やらいろいろあると思うんですけどね、はい、まあ、いろいろあると思うんだけども、はい、うん、うん、だから客の来ない喫茶店じゃしょうがないんで、やっぱりお客さんが来るように何か対策というかされたんですか。それはなかなか、それこそ本当に素人がするっていうことはね、うん、難しい商売はやっぱり難しいなっていうふうに、はい、ええ、たまにお客さんの知り合いが神戸から来てくれると、頭の中にそろばんがないとダメなのよってね、支出と収入のね駆け引きができないとダメだっていうふうに言われて、うん、それは一番苦手な分野だなっていう
なかなか。カレー食べてどうでした？いや、カレー美味しかったでしょ。コーヒー飲んでどうでした？美味しかったでしょ。そうでしょ。はい。まあそれでいいんちゃうですか。ええ、いやまあ、あの、なんとなくあの店のね、あのこれ経営手腕っていうのがね、なんとなく全くそろばんなしで、まあどっちかというと趣味のようにね、私感じましたけども、はい、そんな中で、なんかいろんなことこの場所を使ってされたんですかね。やっぱりね、何が、まあ、10年近く経つんですけども、何が良かったかいうと、はい、ね、お金がいっぱい儲かって良かったもんかはないんやけども、うん、はい、人がね、はい、少なくお客さんが来ても余計に、例えば今喋ってるようなことは喋れるんですよ、うん、初めて来た人でも、はい、そうすると、うん、例えば私はあのジャズがね、はい、演奏できますとかいう人が来たり、あの、まあ、ここで絵を飾ってるんですけども、はい、それも、まあ、あの来た人の地元の丹波市の前の、うん、美術会長やって足立仁さんってね、はい、もう80いくつの方ですけども、ね、あのそういう我々自身があのその例えば青垣町でその人に出会うかったら出会えへん思うんですよ。だけどこの、いや、それは出会わない、このお店をしてることでね、あ、そっか、うん、人が来てつながって、はい、で、まあ、置いても栄養言われて、はい、置いていただくとか、あ、でジャズのライブをしても良いので、あのジャズライブをしたり、うん、あるいは、まあ、我々の知り合いの人の娘さんがね、プロの落語家と結婚してはって、まあ、落語会をしていただいたり、はい、あ、そのいろんな出会いがこの店いう店舗の場所をね、うん、知ってることでつながるので楽しいですね。へーってことは、その10年前に開店されてから、まあ、ここ来た人って今すごい数やろうね。そうね、少なくて、少なくて ね、 ね、はいはい、ほんで、まあ、その人がまたまた演奏会したらまたリピーターになりますやんか。ほんでまた友達連れてきて、変わった人も来てんやろうね。そういう意味では変わった人、あの例えば学校の先生やったらね、はい、自分の、ええ、先生という立場で生徒とか父兄でつながるがもう世の中に思ってしまうんやけども、ね、銀行員の人は、ね、はい、JA の人は JA の会員しか、ところがこの店いうのをやると不特定多数でね、はい、例えばあれですよお金が、あ、今日お金なかったって言って住所と名前を書いたのに、はい、もうそれから来ない言う人がおったり、まあ、面白い、まあ、あるやろうね、そら、いや、さか面白い人とかもうだからありとあの政治宗教もありとあらゆる人が来て、はい、あの、あ、世の中のいっぱいいろんな人がおるんやなと、はあ、いうのが勉強になるね。まあ、でも今までサラリーマン生活でそれは長い人生勉強はねされてるとは思うんですけど、それもね、例えばあの、まあ、自営業してはったらそうやけども、はい、例えば今言うたように、うん、その社会の中の一つのね、はい、ポジションではやっぱり限られると思うんですよ。だけども、うん、これをやるといろんな人が来ていろんなね、はい、まあ、だから都市部よりは都会よりは本当はローカルの方が、うん、あのそういう密度が作れたら作れるもんですね。あー、そういうことか、うん、反対に都市部でやっちゃうとそこの地域のサラリーマン層しか来ないとかいうことになるけども、この田舎でポツンと一軒家みたいなもんだよね。そうそう、あのポツンと喫茶店やから、あ、まあ、アイドルで入るかんやいう人が、変わった人が来る、まあ、それはあの入り口にね、誰々は入ってはいけませんって書けないんで変わった人にはね、例えば変わった人としても、はい、喋らなかったら、話さなかったら、わからないんですよ。ほんまや。ポイントはね、喋、うん、る、これあのマクドナルドで店やってたらね、はい、うん、例えばもう忙しいから喋りませんよ。喋ってる間ないし、そんないろんな人
てる人の方が数が多いからもっと変わった人来てるけども、そうそうそう、きっかけがないですね。そうそうそう、はい、社会の仕組みとしてはもう、ええ、まあ、お店にしても会社にしても喋らないね、うん、はい、うん、それ以上は銀行員は、はい、JA の人はそれ以上は喋らったらいけない、うん、まあ、立ち入った話ね、個人的なことにあんまり、ね、仕事上具合悪いよな、それがここの、まあ、店、あ、ゆうちゃんなんですけど暇やったからあの話しとる場があって、それでそういうきっかけでいろんなイベントを開いたり、まあ、絵もねいっぱい飾ってあったり、その今のね、はい、暇やから、おばあちゃんおじいちゃんが暇やから喋っという、うん、じゃなくて、はい、都市部から例えばローカルに移住してきてる人はね、はい、まあ何がやったらやっぱりね、何かを見つけるために、うん、ね、都市部で百貨店うろうろ、商店街うろうろ、ね、貸し農園でなんとかよりはもっと自然の中の方が、うん、はい、いいんじゃないかいうので来てはるんですよ、うん、だから暇で喋るだけ違うって、うん、これでね、いろんな人が来ても話すものをやっぱり年取ってきたらね、例えば舞鶴の人が来たら舞鶴は行ったことありますよ、あそこはどうですねとか話を作れる、はい、話題がねつながって、はい、なおかつ知りたいね、うん、もっと何かを舞鶴のガイドブックに載ってるだけの話と違うことを知りたいとか、はい、であるいは都会の人が来たら、いやいや青垣町のお蕎麦屋さんの美味しいとこがありますよとかね、うん、あるいはもっと本当は丹波市だけじゃなくって養父市はね、はい、面白いとこありますよとか、うん、だから行政だけとか地元のエリアだけにこだわらなくって、もっと広く伝えることと教えてもらうことができる、はい、うん、ああ、なるほどな。これちょっともうちょっと聞きたいんやけどね、時間がね来てしまいましたので、ね、はい、本日は三男町草部にあります恐竜楽楽社にねお邪魔いたしまして、太田誠さんと美智子さんにねお話を伺いました。続編はまた次回に続くということで、今日はどうもありがとうございました。10年のうちにどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。